え川ですえー、っと、また月曜日、えー、仕事は始まります。で、あの、昨日までのアプロバーデルの話ですけどね、えー、っとね、ここまでできたんですよ。やっとここまで。デカール貼るのがね、このマクロスってのは長谷川さんってのは、もう年がいってますね。細かいところまでね、デカールがあってね、えー、っとね、見えますかね。 ここえー、っと、このね、この辺りかなそう、あの、オンステップってね、えー、小さいデカール、まだ何か所からオンステップってつけなきゃいけないんですけど、あ、ここもそうか、オンステップそれとかね、えー、っと、こんなとこにも、あの、あるんですよ、デカールがね、見えますかね。あれ、はげちゃった あ、はぎちゃったはははえっとここここは残ったよねえっ、ー、とあれかあの前に作った予備のやつがあるからそれでちょっと補充しないゃいけないですが本当に今念がいってるというかねすごいねそれとここでねだいぶあれでしたよあの苦労するかなと思ったけど、まあ、なんとかなりましたねこれ え透明部品にクリアブルーとクリアレッドを塗りましてね小さい部品なんでねほんとなくさないよ <laughs> ピンセットじゃ無理なんでやっぱ人間の手の方がいいかなみたいな感じでね、えー、やってましたここもねここもクリア部品なのねでクリアレッドを塗るんですけどねあの細、ー、<laughs> <怖>かい <laughs> でピンセット やっぱ最初に人間の手の方がいいですね。あの、原作業の時はね。えー、というわけで、えー、ようやくここまで、ここまで、えー、できましてね、えー。こんな感じですよ。で、あと車輪をつけて、細かいデカールを貼ればあ、出来上がりというところまで、えー、行きました。<laughs> これはしかし長谷川さんっていうのは年輪がいってますね。これで、あの、これはマクロスはまあアニメの世界ですけども、実期の,あのファントムだとかはすごいんだわね、きっと。長谷川さんっていうのは徹底してるよね。すごいな。えー、ってそんなのとね、あの、今朝、あの、桜井総統さんのね、 え最近のあの動画を見てたんですけれどもねいやこの人すごい人なだと思う最近あ最近知ってねえっと吉本なんだっけ模型部だっけあでいろいろテクニックを披露なさってるんであの参考にさせてもらってるんですけどもさらにねシンパシーを親近感を感じたのですよ。の動画神草 に住んでらっしゃるのかな、えーね、駅から始まって、えー、と自宅の作業場でね、えー、なんていうふうな,なんですけどあの方はギター弾くんですねなんかあの吉本プラモデル部のとこにあの桜井さんがあのサングラスかけてギター弾いてると図が出てくるからあれこの方はギター弾くのかなと思ったんですけど確かね答えててインタビューかなんかで。 オジオズボーンが好きだっておっしゃってなかったでしたっけなんかそんな記憶があるんだけど。ってことは、ランディ・ローズか。だね。あの天才ギタリスト。だよ。そりゃそういう、だな。桜井さん惚れ込むわけだな。うん。すごい人でしたもん。それとね、<laughs> あの、 撮影あの、収録終わったあとね、早速1杯飲んでんだけどね、<laughs> 500ミリリットル缶がねあの、10本ぐらい並んでたよ、<laughs> 2人して飲んで1時間ぐらいで。<laughs> 好きなんだね、この人もね、そこをね、うちあの親近感を感じましてね。 あの私もあのなんかお仕事終わるとはねあのお酒飲んでパッとみたいな感じの人なもんですんでねまあすまもその櫻井総人さんって方にねなんかよく似てるよなな,なんか似たところあるなこの人なっていうかうあのおたくなところお,おた 国はまああいいろろ種類あるかと思うんですけども私もまあオタクだと思うのですが、かなりオタクの中でもタイプの同じオタクじゃないんだろうかな、桜井聡太ていうと、なんかこう、えっ、ー、と、こがましいような気持ちにしないでもないのですが、似たようなものを感じますね、ギターを弾くってあたりもね、ギターを弾くし、プラモンを作るってあたりで、かなりダブってるんですけどもね、えー、ひょっとして桜井聡太なんですか、プログラムも書きませんか、書いてらっしゃるんじゃないですか、ひょっとして、なんか似たような感じが。あの 受けけるのですけれども、ね、ええー、ということで、えー、プラモなんですけどもねまあら井と相当さんほど念の言ったものは作れませんけれどもだんだん楽しくなってきましたねこんなふうにこうプラスチックとかね石油化学製品があのアニメの世界の中のあるものを実体化させていくっていうのにねなんかこうちょっと感動を味わいながらね 長谷川さんの製造力設計力っていうか技術力はすごいもんですねと思いつつあのでしたプラ,プラモノのお話でしたじゃあまたお会いしましょう